ビフォーはこんな感じです。今、もうくるくるくるってですね。で履歴は、以前に軽くブリーチだけちょっとしたらしくて、上は通常のカラー多分こうやってて、でここ伸びてる感じのプリンです。シャンプー台の方、シャンプー台の方で、ちょっと毛先だけつけちゃいましたね。で、薬剤はこちらは、アディクシーのエメラルドの13とサファイアの13を、結構レンジが強かったので。5対1で配合してます。5がサファイアで1がエメラルドで、ここを塗って、ちょっと加水は弱くしてるんですけども、加水 2% それに対して、残液がありますよね。この残液に、今度根元側塗りますから、サファイアの3トーンのやつを 30% 配合して2剤入れております。それで今度これから根元を塗って、根元の方は結構オレンジが強いので、これ同じ薬でいっちゃうとなんか赤っぽくなっちゃってダサくなるので、根元の方はちょっと強めにいった方がいいと思うんですよね。で新鮮毛もあるし、この黒いところも中途半端に明るくなっちゃうとちょっと赤くなっちゃうので、サファイアの3で根元へいきます。はい、ネイプの方から、通常通り根元をコームワープしながら、こんな感じですね。コームワープをしながらしっかり塗布していきます。で、後で、毛先の方に若干乳化させるんで、こんな感じですね。結構3トーンは青みがかなり強いので、時間経つとかなり青黒くなってくるので、注意してください。多分毛先の方ちょっと足弱そうな気がするんで、後で根元の強い青を乳化して毛先に入れていこうかなっていう感じですね。で、ステム90度で塗った方がいいので、ステム90度でコームワープさせる感じですね。根元今あんまり攻めてない感じです。根元体温があるのでちょっと明るく発色しやすかったりとかするので、ここだけちょっとトーン上がっちゃうというのは、ちょっと1センチじゃないけど5ミリぐらいは開けてますね。はっ？なるほど。いやなんかなさっすねそれ。ピーマンとか好きです最近。ピーマンって外食したらあんま出てこなかった。あーそうね。ピーマンのなんか、いや家とかで普通にピーマン焼いて、変わってる。しかももう丸ごとです。種とかヘタとかもそのまま食べちゃいます。え、あれも食べれるんだ。全然食べれますよ。なんか栄養あるみたいで。あれ取っちゃダメなの？めっちゃほじくっちゃうけど。いや別になんか、でもほとんど飛び出ますよねみんな。え、あれ食べれるの？種みたくなってない？あ、普通に美味しいです。硬くないな。あ、全然。マジ？全然。あ、わかった、じゃあちょっとやってみる。全然お菓子みたく食べれます。ペロッと焼いて。はい、焼いて、なんで自分の中で流行ってるのそれ。そうですね、自分の中では。いつ流行らしたの？え、夏ぐらいから流行ってますね。え、たまたま？たまたま。なんかの衝動で？え、なんだろう、なんかバーベキューとかであるじゃないですか。ある、あ、そっか。で、そのまま丸ごと焼くじゃないですか。焼くね。でもそのまま食べちゃえ。その時うまいなと思ったんだ。はい。美味しいなと思って。変わってる。しかもヘタとか特に美味しくて。じゃあ今度やってみるね。あれ、食べて大丈夫なもんなの？いや、大丈夫ですよ。まあ野菜だから。なんで飛んだのみんな、硬いからかな。なんでなの。なんか、なんで捨てんのかなと思って。でもさ、よく考えてみ、メロンの種食ってるようなもんで、多分。違うかもしれない。え、でもメロンの種は、食べようと思えば食べれますよね。いや出す。あ、出しますよ。いや出す。じゃあメロンも、メロンじゃなくていいや。スイカの種食ってるみたいなもんで。ああ、ちょっと硬いですけど。あんな感じでしょ。食べれないこともないですよね。まあ食べたくはないよね。そうですね、好んでは食べないけど、でもそれと違います。ピーマンはもうちょっと細かいので全然そんな硬くないんで。そうなんです。今度やってみる、うん、やる前に一回ちょっと検索してみる。検索で大丈夫かどうか。種食えるか。あ、でもなんか丸ごとヘタまで全部食べれるっていうのは、
あ、そう、知らなかったわ。やってる人もいると思う。確かにさ、野菜だからいけそうだよね。いや全然、なんか栄養あるって、逆に。そこが。そうなんだ。昔食べれなかったんですよ、なんかもうそういう野菜全部。でもなんか食べたら、あ、美味しいじゃんみたいな。味覚か、ちょっとさ、大人になってきたんじゃないか。そうなんですかね。昔ってもうだいぶ小さい時です。やっぱり子供の時でしょ。はい、だいたい嫌いですよね、子供の時。野菜ね、毎日。あ、でも俺もやるかも、納豆を丸ごと食べる。え、普通か。いや、納豆を最近ハマってんのが、納豆を変かもしれないけど、ご飯にかけない。納豆のみ。そう、で、何も醤油も何も入れないさ。めっちゃうまいんだよ。で、あのままですか、じゃあ。これ切れたら3つ食ってんのさ、いつも。やばい。なんかお腹おかしくない。いや、美味しいんですか。めっちゃうまいさ、最近。なんかもう、豆感強くないですか。いや、めちゃくちゃうまい。あのね、なんか何も醤油も辛子も入れない方が、なんつうの、酢の味がするのさ。で、めっちゃ醤油入れます。あー、それちょっとすごい入れるタイプ。何も入れないで食べるってうまいかなって。で、ご飯もかけない、そのまま食べるって感じ。全然うまくなかった。いや、結構おー、食べてる。いや、でもそんな感じよ、ピーマンの話聞いてる人。え、でも、ピーマン丸ごと食べるときは焼いて、なんかポン酢ちょっとつけて。あー、それはじゃあ、生じゃない。醤油でもいいんですけど。直いや、でも生でもいいんだけど、まあ、かけた方が多分いいんじゃないですか。直でもいける。はい、直でもいける。あの、よくわかんない味でもいける。あ、いけます。へぇ、そうなの、あの味いけるの。いや、納豆かけないのは聞いたことないです。何もかけずに食べる。いや、うまいさ。だ、ほんと帰りにセブンイレブンで納豆買って帰っちゃうんだよね。最近恥ずかしいからさ、毎日買うの。だから3個ぐらい買っといて毎日行かないようにしてる。え、でも1回でもいっぱい食べるんですよね。2つぐらい。1回であの3つ食べる。あ、3つ。そう、あの3段。え、じゃあ1個ですよね、全部。そう、玉の中で止まらなくなっちゃった。すごい。やばいでしょ。やばいですね。そう、お腹痛くなる、ちょっと。なんかあの金貨をかな。あんまダメなのかな、食べ過ぎたら。食べ過ぎはね、多分良くないと思う。やっぱ1個は。やっぱ1個。適量。1個は、1個はもうちょっと無理かな。寝れない人。寝れない。え、まさか納豆だけで終わんないですよね。納豆だけでは終わんないけど、いや、納豆あれだけじゃ足りないです。お菓子感覚。あ、お菓子で。すごい。そうです。あの、なんか中に入ってる醤油とかあるじゃないですか、うん、あれだけじゃ足りないですね。信じられない。あれ多分2つか3つぐらい、うん、見た瞬間俺もゴミ箱に速攻捨てる。うわ、欲しい。それだって2つか3つぐらい1個に入れちゃわないと。あれなんかさ、あの変な方向から出るから嫌いなんだよ。あ、飛んじゃいますよね。そう、あれもっとさ、なんかあのなんだっけ、ジャンボフランク食べる時のパチってこう2本割るやつあるじゃん。 あれのやつを入れてほしい。あ、そしたらあれでグジュグジュってやれば終わるじゃん。あれいいですね。そうだけどさ、あの袋だからさ、そう、絶対手に作れちゃうんですよね、開けて。そう、あれが嫌だ。すごい、だからつけない。だからもう家にある醤油をぶっかけるか。そうか、なるほどね。飲んでない。だって弱い気がしないもん。じゃあ丸ごとピーマンともやってみるわ。やってみてください。やったらハマるかもしれない。なんかバーベキューの時にやったらいいっていうのはなんとなくわかる。うん。でもああいう場所だからいけるけど、普段はいけるか。そうだな。玉ねぎだったらいけるけど、ちょっといけるか。ああ、玉ねぎ。あとはなんか新鮮なアスパラとかだと生で食べる。焼かないで。そのまま。湯がない。はい、もうそのまま。すごいね。まあちょっと洗ったりはしますけど。ナスディみたいな。いや、すごいね。すごい。マジか。新鮮なやつだったらですよ。あ、え、洗ってでしょ。あれ、はい、生で食えるのかな、アスパラ。いや、どうなんですかね。でも食べましたよ。うまいよ。なんかボソボソして、繊維がすごそう。いや、美味しかったです。そうなんだ。新鮮なやつだと全然みずみずしいんで。ブロッコリーとかスーパー行ったらさ、なんか袋入れない時とかあるでしょ。あんま変わんないの。なんかあれ、入れるのか入れないのかすごい気になる。でもあの人って多分、茹でたりするから別にいいけど。でもやっぱり結構オレンジ味強いね。これで結構、なるはずだけど。まあでも大丈夫。今だと、まあこれでもかっこいいんだけどね。まあ普通のベージュっぽい色なんで、もう一進みたいかな。で、このようにですね、カラーをやっていくと、あ、ちょっとその
客さんの髪質だったり、まあ、色の配でちょっと多少ね、持ってる理想のやつとちょっと違うなっていう時は、まあ、このまま上にかぶせるのも結構大変なので、もうカラーついてるんで、まあ、シャンプー台の方でちょっと濃いめの色を作ってですね、トナーという形でやるのが一番ベストかと思います。ただ根元はもう3トーンの結構濃いブルー入れてるんで、ここは大丈夫だと思うんで、あと毛先の問題だと思うんですよね。まあ、根元の薬で乳化してもいけると思うんですけど、ちょっと黄色みが気になるんで、もうちょい強みに入れたいなと思うんで、ファイヤーの酸をちょっと溶いて塗るかなって感じですかね。シャンプー台の方でトナーを入れるのがいいかなという感じですね。そうですね、まあ、根元の残液があったらそれでもいい。今ちょっとなくなっちゃったので酸をもう一回作って、それをちょっと入れようかなって感じ。ライブなんですか？え？そう、大丈夫。何のライブなんですか？Facebook。 そう、知り合いないでしょ。でも俺のね、やつ誰も見たいんだけど。はい。そうなんですか。うん、登録者いないかな。登録者いないですか？うん、大丈夫。見てますよ。いや、気のせい。全然ない。さあ、すげえここがガッと引っかかっちゃう。引っかかっちゃうとこれかな。さっきかな、これ引っかかるの。ブラッシングする？いや、しないです。もう乾かして終わりです。あ、そう。だからかな。あれかな、なんか今までちょっと蓄積したやつがちょっと。あ、やっぱブラッシングしないといけないんですか？あ、いや、あんまりしない方がいい。あ、しなくていい。あんまりするとくるくるって曲がっちゃうというか、毛がくるくるってなっちゃうので、うん、あんまり軽く溶かすぐらいが一番。でだいぶ手触りが良くなる感じ。でもあんまりこういう色ないか。ないですね。いいよね。いいです。初めてです。なんか落ち着いた感じですね。そうでしょ。ちょっと、その明るさはちょっとあるんで、透明感は。いや、ちょっと前がひどすぎたんで、オレンジが。ああ、そうかそうか、オレンジだったよね。そう。こういらないな。あんまり切りたくないけど、ここいい？切って。いらない。いや、だってなんかバサッと塗る。皆さん、簡単なレイヤーの入れ方を、今10分しかカット時間がなさそうなので簡単なレイヤーの入れ方をします。どうするかというと、まあ、アウトライン切ってから今度こちらですね、シュシュシュ、はい、もみあげのもみあげともみあげをつなぎます。このもみあげともみあげをつないだところをぐるぐるっと取りますね。いいですか。ちょっと分かりやすくすると超簡単な入れ方ですよ。時短レイヤーって感じですね。ここは止めます。いいですか、ここで。カットは、まあ、僕の考えなんですけど、あんまり細かくいろんなところを取っていくと逆につながり悪くなっちゃうんで、それこそ1本でボンって切った方が綺麗につながるんですよ。まあ、簡単なこと言うと、つながりだけで考えた場合なんですけど、普段こうやって切らないですけど止めとくます。こういうふうに思いますか。分かりやすくしてるだけです、ね、で、これを反対側にオーバーダイレクションをさせます。で、オーバーダイレクションをさせたらちょっと前の方をちょっと短く切るんですけど、分かりますかね。後ろの方を長くつなげたいので、持ってきたのは少しこちらからこう R 状にカットで、このショーバルタンでカットしてるんですけど、
これ超簡単で、ここに真ん中を持ったらこっちにおばなりさせます。で、切る。で、これガイドがちょっと反対側の見ながら取っていく必要があるんですけど、もうちょっと正面でいきますね。正面の方が分かりやすいと思うんで。で、バックの方は耳の付け根のところをお土産の延長線からぐるっと下のベースは残して、あとはまとめます。そしてこっち側からこう、こうですね、こう、こう切ります。後ろになるに従って長くなるように切るだけっていう簡単な感じです。縦スラで切んなくても全然つながりきれいに切れるんで、このまま今結構揃ってない、彼女揃ってないんで、このままぐーっとこっちにノーテンションでやってって、ここをつなげます。はい、でこれだけでどうなるかというと、つながりがこうきれいにっていうかな、なってるんですね。ちょっとこのサイドチェンジする、なんていうのかな、このコツがちょっと難しいんですけどね、サイドチェンジする時のこのなんていうんですかね、毛束を、こういう大きいコームの方がいいかもしれないですね。こういうのでつむじを通る感じにやります。常につむじの位置をこう経過していく感じです、どの位置も。なのでここだとつむじをこう経過していく感じで、こっち側から徐々に長くしていく感じ。バックの方はあんまり段入れない方がいいです。でバックの方段入れるとどういうことかっていうと、ここあまり段入れちゃうとセンター跳ねちゃうんですね、ここが。なのでここは段入れないで徐々にこの辺だけちょっと入れるとかの方が結構やりやすいかな。後ろは跳ねちゃうとちょっとやりづらいんで。でこっちも、つむじの位置を通る感じで、真ん中持ってグーッとオーバーダイレクションさせて、ここをつなげていきます。これだけでつながるんだ。ちょっとネット取りますね。ネープのところ台入れない方がいいので、ネープのところが台入れないんで、あとはえっと手だけで、つむじから放射状に少し手で R 入れて全部つなげていけるんですよ、これって実は。縦と横のつながりいっぺんにこれできる方法なので、これでつむじから全部まっすぐの位置に体を持ってきて切っていけば、もうこれで切れるんですよね。まあ、これも慣れれば、多分こんなか、これだったら本当に細かく切ってたよりも綺麗につながるので、時間はそんなにかかんないはず。ただつなげたいんだけだったら、これで全然十分です。後ろから綺麗に切っていくよりも綺麗に切れます。なんで本当、まあ早く切っちゃうとお客さんちょっと怒っちゃうと思うんですけど、これだけだったらすごい早く切れますね。あとこの顔周りのこの辺ちょっと中にグッと入れたいので、まあ僕結構やるんですけど、はい、ですね、これがベースの方をちょっと切ります。中に、中の毛、あとひっくり返して切る、こうひっくり返して、まあ、トゲは入ってない状態で点滅してるじゃないですか。